今あの本のね、キューバの本のあの発売されたからのインスタグラム、うん、まあまあグラマーなんですよね俺は。グラマーなんですよ俺は。グラマーっていうのを、うん、私はよくわからんけども、インスタグラムやってる人のことグラマーっていう、グラマーっていうの、うん、なんかちょっとねいい体の女性のなんか、まあそういう意味、私はね古い人間だから、うん、そういう意味じゃなくてね、もうその、うん、まあまあボンキュボンなわけですよグラマー。いやそういうグラマーじゃん、私の方のグラマー。風民のさ、風民のグラマーじゃん。ん、加藤玲子さんとか風民とかの方のグラマーでしょ。まあまあまあ、ね、ボンキュッポンって言っちゃうと、うん、まあグラマー、グラマーっていうの、グラマーなんじゃない、うん、よくわからんけど、うん、まあまあインスタグラムやっていると、やって、うん、いや初めてやるけどね、うん、なんかああいうバカッターとかいるでしょ。ああなんか一時ね、うん、なんか言ってた、冷蔵庫入ったりとか、そう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 、コンビニからね、あのああなっちゃうのがね全く意味が分かんなかったの、うん、今までは、うん、ちょっと意味分かって、そうこうなってこうなっちゃうんだなって思ったのがさ、うんうん、今日なんか本のねあれで書店回りっていうのをしてたのよ、うん、その本屋さんに行って、ああプロモーションみたいな、そうそうそう、なんかサイン本、サイン書かしてもらってね、置く、うん、まあ自分でサイン書きながらさ、なんか、うんうん、なんかね、俺のサインなんか欲しい人いるのかなと思ったりしながら、ね、お前ぶっ飛ばすぞお前。そんな急に俺が言うのはいいんだよ、そんな急にさ、うん、うん、本当に瞬間湯沸かし器だね、うん、そんな急に怒るかね、いや言うからそっちがさ、うん、いや自分で言うのはいいんだけど、相づちだよ、なんか本気では思ってないからさ、うん、俺も俺のサイン本なんている人いんのかなって本気で思ってないから、あ、うん、私は本気で思ったけどね、何思ってんだお前。いやもうそんな急にさ、よくそんな急に0から100で怒れるね、ずっとやってきたからね。慣れたもんだね本当に。うん、言うからご自身で。で、うん、写真をね、その書店の売り場のところで撮って、うんうんうん、書店さんとかの、SNS に、若林さん来店しましたっていうのを載っけてもらって、まあ、まあ、それでね、うん、何人の人が本屋さんに足運んでくれるのかなーなんて思いつつね。まあ、いないもんね、ぶっ飛ばすぞ、俺。やめなさいよ。驚いてると思うよ。みんな、聞いてて。うん、ひっくり返ってるよ、急にさ、思い出して。キャーって言ってる人もいるかもしんない。そんなダメよ、急に。お前のお母さんとかお父さんも、キャーってびっくりしてるから、うん。びっくりしてると思うよ。こんな、急に思い出して。聞いてんじゃねえよな、その前にね。いや、聞いて、毎週聞いてるからね、本当にね。そっから情報得てるみたいなのがあるもんね、私の情報。家の中なのに、色付きのサングラスするお母さんでしょ紫とかの。まあ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 、そうですね。屋内なのに、紫色のレンズの、薄くかかった、なんか、ライブ見に来てたけど。まあ、好きなんだ。なぜ、ね、かけてんだとは聞いたことないけど、好きなんだろうな。実際、ちょっと今、電話して聞けない、うん、寝てるわ、今は。あ、じゃあ、あれ、タイムフリーで聞いてんのか、いつも。うん、まあ、そうなんじゃない、さすがにこの時間はね。二人ともね、ほんとタイムフリーだからな。うん、お前の両親も。まあね、父親もね、丁寧していいんですよ。ほんとにタイムフリーだもんな、お前のお父さんって。うん、タイムフリー。一番だから活用してんじゃないか、タイムフリーを。日本で一番。なんか、暇があったらね、うん、カートで国道出るぐらいだから。父親ね、ゴルフでね。うん。で、それでね、うん、いろんな書店さん回って、こう、写真と、はいはい、撮るんだけど、うん、なんかこう、ただ立って、突っ立って映るんでいいのかなーなんて思ってさ、うんうんうん、ちょっとどうしようかなーなんて思ってたらさ、うんうんうん、3店舗目ぐらいで、これ、表紙のね、うん、犬が寝てる表紙なのよ。はい、床にさ。はいはいはい。はいはいはいって、もう知ってんのか、まあ、いや、私もね、いただいてますから。いただいてる？で、いただいてるよ。買えお前！買うわけねえだろ！うん、Dちゃんがね、うん、今度出たんだよ、つって。この、オラフさんの方が出たんだよ、つって言って、うん、くれたからさ。いや、俺は、なんか、うん、
ね、お前の出したさ、うん、なんか、だんじりでしたっけ、うん、DVD。あの、DVD、あの、体鍛える。違う、俺はボディービルダーだね。それでも俺はボディービルダー。あたいはボディービルダー。いや、違う、そういうビデオじゃないのよ。だんじり、そのね、ケンネーが持ってたね、その ビデオのタイトルだから。あ、そうか、そうか、そうか。ああ、ちょっとごっちゃになっちゃって。似てたから、パッケージ。いや、違う、全然違うよ。うん。全然違う。男の尻と書いてね。そうそう。だんじりね。そう。それで、まあ、その、グラマーとしてね。床にね、あの、犬みたいに、うん、その売り場のとこに、ね、うん、犬みたいに寝て表紙みたいな、写真とか撮ったりした方がいいのかなとか、思ってたけどさ、そんなん、本屋さんの床に寝てる写真なんか載っけたら、もう一発退場だろ、いっぱい、いや、そこは、それだ、まだだべ。いや、ダメだよな、D ちゃんな。炎上する。炎上するよな、100%。それしないでしょ、別に。いや、するよね。どう？だってそんなルール違反じゃなくない？いや、道路に寝たりしたらアウトかもしれない、アウトだろうけどさ、本屋さんなんかだったらまあ、店員さんの許可を得てね。いや、許可得れんのかな、まずそんな。そんなその邪魔にならないところでさ、まあ実際やんなかったけど、なんかそういうことでもって、なるへそ。炎上しちゃうだろうな、みたいな、本人はね。なるほど、エスカレートしてってね。そうそう。ルールを破っちゃってってことか。そう。なるほどね。で、まあちょっと期間はね、やるんだけど、はいはい。なんかもう、どういうさ、どこにさ、うん、何があるかわかんないじゃん。その、なんか、これが映っちゃいけないもんですとかさ、後ろの人とかさ、かもうなんか、一個一個恐る恐るじゃん、そんな中も。まあ、やたらめったらね、撮ってったら。絶対続けるのはやめようとは思ってんだけど。そんないちいち。まあ、まあそうね。うん、安全になってから、その、何の気ない写真載せるっていうのもね。わかる。面白くないしね。あれは、だから、なんかその、なんか、楽しくてやっててってことになっちゃうんだよな。うん、まあそうだろうね。うん。エスカレートするとね。アイスのさ、あれ入っちゃったりとかさ。うん。あれまた、でも、信じらんないけどね。あの、インスタグラムをさ、初めてあの、よくやってんなのコーナーでさ、ハッシュタグ何々って勝手にメール来たの読んでたけど、やっと意味が分かったよ。ハッシュタグ何々っていうので、検索するんと、それの関連の写真がバーって出てくるのよ。それ知ってた？まあ。あ、そう？だからあんなハッシュタグつけるのね。そう。先週かなんかも言ってたよ。だって、わかるさ、それ。あ、そう？まあでも、年だから。全く同じ。何話してるか。全く同じ温度で、多分、もうほんと台本あんじゃねえかっていうくらい。一時あの、チャレンジしたから、船崎さんに行って、チャレンジしたのが流れてるから、俺が喋ってたわけ。あ、今んとこ、うん、すごい技術だね。まあ、そこをなんかパッと、まあ、セルフチャレンジというかね。はあ、なんか目で合図かなんかして、今んとこだけ。うん、そう。前回の噛んでたんじゃないかってことで、そのハッシュタグで検索したら出てくるんだなっていうところで噛んでたんじゃないのかってことで、今チャレンジしたから、ね。ああ、で、すぐこの、まあ、すり替えと入れ込んで。うん。すごい、ね。一周またいでのチャレンジ初めてじゃない？だね。うん。まあまあ、でも知らないよね。やんないとね。だからね。意味わかんない。女子プロゴルファーの画像ばっか見てんだ、俺今。あ、記事が。ハッシュタグで。ああ、それ女子プロゴルフの方もやってんだ。やってる方いるし、そのね、プロの方を、まあ、キンクミさんとか、なんかこう乗せてる人もいるから、キンクミさんもやってんだけど、いいね。ずーっと女子プロゴルファー見てる。ああ、いいじゃない。イボミさんとか、なかなかね、うん、見る機会ないもんね。あんまバラエティでも出ないしね。うん、スポーツでもなんか、ちょっとね、スポーツニュースとかでもね。そう。うん、限られた人しか出ないしね。なんか、あの、女子プロゴルファーさんが、そのサマンサタバサの、そのパーティーに参加したりしてるような。ああ、ちょっとドレスを着たい。そう、画像を。ドレスアップした。ばっか見てんの。ああ、いいじゃない。続けた方がいいよ。やめちゃったら見れなくなっちゃうわけでしょ、そういうのも。うん。でもあれ、
何なんだろうな、モデルの人がプールサイドで片足高く上げてるのに15万いいねみたいのがつくので、あれってど何なんだろうな。まあ、なんかそれを真似してんのみんな。まあそうだろうね。ああ、だからなんかほら、よく言うじゃん、インスタ映えみたいな、ヒルナンデスとかでも。もうでもそれがないともう流行んないでしょっていうぐらい。ものがね。ものが。うん。うん、食べ物が。結構、春日なんて結構インスタ映えするよ、お前の、なんか。お前の。するかね。歯がさ。歯が。内側に向いてんじゃん、前歯が。こう。コマネチ歯ね。コマネチ歯。うん。いや、コマネチ。インスタ映えすると思うよ。何いいねぐらい取れるかね、やつ。15万いいねぐらい。なんか、とか、渡辺直美ちゃんぐらいの。いけるかね。いけると思う。ああ、じゃあなんか工夫しなくてもいいんだね。身近にあったね。うん、そうそうそう。いいねが。で、お前のケツ毛なんかもインスタ映えすると思うけどね、俺は。いや、しないでしょ。インスタ映えしてるけどね、お前のケツ毛。いやいやいや。インスタのために生えてるわけじゃないからね。インスタ映えてるけどね。インスタ映やしもしてないし、インスタ映えもしてないし、こっちもね。え、心当たりはないよ。インスタのためにやってないし、そのインスタグラムもそもそも。あ、てめえがさ。そりゃそうよ。だったら別にインスタは映えもしないでしょ。で、なんか、お前の、その、肛門のシワってさ、ちょうどこのインスタグラムっていうさ、その、感じだ、じゃなかったっけ。何インスタグラムって感じって。シワの感じが、肛門の、なんかインスタグラムの、こう、なってなかったっけ。いや、自分で確認したことはないから。ケツなんかもね、インスタ映えしてるけどね、お前は。あ、そう？うん。載せた方がいいよ。うん、もう大問題になると思うよ。いや、そりゃそうでしょうよ。いや、やらないの？お前、インスタグラム。やらない、やらないよ、私は。ま、なんでやんないの？お前もやった方がいいぞ。なんか発売したら。なんか、発売するんだよね、東大。一億戦みたいな、いやいやいや、それいや、それギャグ漫画出せないよ。出さない？あるし、それね、うん、お前もなんかやっとミクシーとかやった方がいいと思うけどね、なんかこのタイミングでブログやった方がいいよ、お前は。ブログ、まあ、やってはいるけどね。ブログはお前どこでやってんの今ブログは。今ね、一回楽天かな、楽天ブログかな。お前はね、ブログは LINE ブログにね、変えた方がいい。なんでよ。LINE ブログに変えて。いやいや、ブログもやんないよ。アメーバとか。うん。それでなんか結構毎日更新した方がいいよ。いや、そんな発信することもないしさ。めいっ子さ、めいっ子の話とか。知ってほしいことも。うん。いや、いいよ。発信したことないことないの？発信したことないの？なんでさ、ブログでは発信したこと、したいことないのに、ラジオにはのこのこ出てこんのよ。のこのこってそんな。お前発信したいことあんのか、ラジオで。いや、まあ別に発信そんな大それたことはないよ。正直だから、ラジオで。ラジオで発信したいことないのか、お前。別になんかないっちゃないね。でも帰れよ、じゃあ、お前。いや、なんで帰んなきゃいけないの。発信したいことじゃあんの？あるよ。何発信したいこと。もっと発信したいよ。何よ。もっと発信したいかったなと思っていつも書いてるもん。それはね、その対あることっていうか、その意味のあることをってこと？それはメッセージをってこと？いや、受け手の人が意味があるかどうか決めるわけで、俺が意味があるかどうか決めるわけじゃない。俺がやることは発信するのみだよ。1時から3時、毎週土曜日。まあ、発信で、その、ただただ喋るわけじゃなくて、うん、何かを感じてほしいとか、そういうこと？影響を与えたいとか。感じるかどうかは、その受け手の自由よ。俺は発信するのみだよ。で、何を、どういうことを発信してんのよ。いや、それはもう多岐にわたるよ、俺が発信することは。生き方だったりなんかいろいろあるじゃない。種類は発信のそのジャンルというかさ。でも結構なんかその、うん、悩み解決だよね、俺がやりたいのは。え、それは、まずメールで悩みいただいて、それをまあ、奥田さんとか、ヒロシとか、まあ、石井ちゃんとか製造さんと悩みを選んで、まあ、1放送につき1つ選んで電話して、やり取りできますかっていうのを確認して、向こうがいいですよっつったら、まず俺じゃない人が、パーソナリティ、まあ、アナウンサーの人でもゲストの人でまずその人の話聞いて、聞いた後に
俺が出てってその人と話して解決するっていう、うん、電話で解決ってことだよ、うん、もうやりたいの、まあ、やってんだよ。やってないよ。やってんだよお前。やってないじゃない、一回もないよ。やってんだ昼それあなたじゃないよ、俺なんだよ。いやいや、若林さんはもう深夜のこれしかやってないから。俺なのになぁと思って聞いてるけどね。今、テレフォン人生相談してんなぁ、うん。俺なのになんか俺じゃない感じで放送されてるなぁと思って。ちょっと困ってるけどね。うん、困ってる、うん、じゃあ、それはもうちゃんと言った方がいいんじゃない？うん。うん。若林がお送りしてますって、しっかりと。昼の。結構柴田理恵さん、みたいな感じでやってるなーって思う時あるけど、俺なのに。うん、じゃあもうはっきり言った方がいいよ、それ。昼の時にね。今言ってもらう。でもまあ、それは、まあ、ラジオでこんなこと言うの変だけど、それは冗談として。うん、いや、それ。いや、分かった。お前がその発信したくもないのに、うん、有楽町に来るなよ。発信したくもないの。発信、だから発信って言っちゃうとさ、うん、ね、このメッセージ性のあることになっちゃうじゃん。そのメッセージ性も込めずにコックロックの話してんのか、うん、お前。お前は。あの話にメッセージ性なんかないよ。いや、お前は。何を感じてほしいの？いや、わかる。お前の芸風的には、うん、その、メッセージ性ない感じがおしゃれに聞こえる。今風の芸人っぽいのはわかるけど、いや、そこそれは隠しきれてないぞ、お前のメッセージ。メッセージ性を隠しきれてないよ。メッセージ性ないんだよ。メッセージに照れるな。いや、照れて、で、あったらね。いや、お前は、その、うん、この抑圧された時代とか、抑圧された風潮とか、縛りのきつい、うん、監視社会をコックロックというものにこう、例えてね、監視社会を、その抑圧をぶち破れっていうメッセージをコックロックに比喩、暗喩として込めてあの話をして若い子たちにさ、まあリスナー中学生多いけども。いや、一人もいないよ。ずっと間違ったこと言ってるよ。コックロックをぶち破っていけっていう意味で、あのトークしたんだろ。いやいや、俺はそうやって聞いてたよ、少なくとも。いや、だったらやめてくれよ。メッセージに照れるなよ。いや、照れてるわけじゃないの。あったらね。照れるけど、ないんだよ、あの話には。ここなんかつけたらこんなことになりましたっていう。そうしたいのはわかるよ、お前が。その、うん、今の時代はその方が正解だよ。いやいや、力抜いてるように見せるの。お前認めなければお前、テイクレ行くぞ。いやいや、ここで言ってもらっても困るのよ。いや、私がだからあの話で唯一そのね、メッセージであるとしたら、コックロックってものがありますよっていうことだけ知ってほしいのが。それだけ、そんな、なんか世の中よかった。そんなパワーメッセージないぞ。つけたらいや、俺が言ってる以上のメッセージだよ。いやいやいや。俺が言ってる以上のメッセージだよ。それは、その、うん、ビートルズが日本に入る前にビートルズという音楽が、お前小林克也さんだな、お前は。いやいや、お前小林克也さんだろ。いや、カスが。口大きく開けろ、お前。いや、カス。口大きく開けてみろ、お前。なんで口大きく開けるって。はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ。小林克也さんじゃねえか。どういうことだ。いや、ないんだよ。何にもないの。メッセージでもないし。うん。そんな深くは言わない。いや、まあいいよ。じゃあ、そうしたいならいいよ。俺は深くは言わない。それお前の主義だ。スタンスだから。スタンスとかでもないんだけどな。ネタライブの話を？うん。うるせえ。ん？告知があるの？告知をしろって言われちゃって怒られちゃった。うん、くだらねえこと言ってねえで。早く告知して、行けっつって。オードリーが、まあ2ヶ月から3ヶ月に1回お送りしている、恒例のネタライブがまたあります。うん、8月25日金曜日。開演は夕方6時半。終演予定は8時半でございます。会場は有楽町の読売ホール。うん、料金は、ちょっとお高くなってます。4500円でございます。うん、確かにお高い、ね。お笑いライブにしては、お高くなっております。うん、4500円です、うん。出演で今決まってるのは一組、オードリーです、うん。何も決まってないってことですね。ではね。まあ、まあ、こう絶賛オファーかけてんだけど、結構みんな忙しくてね、結構出れなくて。ああ、まあ、いろいろあるでしょう、うん、夏ですし。そうそう、予約の受付は明日お昼12時から、詳しくは K-ステージのホームページを見てくださいということです。はい。
それでは、あ、そうだ、また話戻るけど、お前、小林克也さんだろ、お前。小林克也さんじゃない、そんな別に洋楽も詳しくないし。ほとんど知らん、ほとんど知らない。小林克也さんって なんて言うんだっけ、なんか英語で。なんか、なんて言う、なんか、番組やってるね。いや、ジェットストリームじゃないよね。それは、ジョーさん。立川さん。それは立川さん。いやいやいや。モノマネをしているわけだからね。ファンキーフライデーっていうの小林克也さん。ファンキーフライデー。やってますよね。お前ちょっとじゃあファンキーフライデーって言ってみろ、お前。どんな風に言う？いやいや、それお前が小林克也さんかどうかのテストで、うん、お前ファンキーフライデーって言ってみろ、お前。いや、初めて言うけどな。うん。うん、ファンキーフライデー。お前小林じゃねえか。いや、違う違う。多分合ってないよこれ多分私の言い方も、うん、それでは行きましょう。日レイプレゼンツオードリーのオールナイトニッポン。この番組は美味しい瞬間を届けたい日レイ、日本イーリモデル、日本触媒、クレ556でおなじみのクレ工業、以上各社の協賛で東京千代田区有楽町日本放送キーステーションに全国36局ネットでお送りします。俺が喋ってたわ今んとこ、うん、すごい技術だね、まあ、そこをなんかパッと、まあ、セルフチャレンジというかね、はあ、なんか目で合図かなんかして今んとこだけ、うん、そうそうそう、前回噛んでたんじゃないかってことで、そのハッシュタグで検索したら出てくるんだなっていうところで噛んでたんじゃないのかってことで、今チャレンジしたから、ね。ああ、で、すぐこの、まあ、すり替えと入れ込んで。うん。すごい、ね。一周またいでのチャレンジは初めてじゃない？だね。うん。まあまあ、でも知らないよね。やんないとね。だからね。意味わかんない。女子プロゴルファーの画像ばっか見てんだ、俺今。空き時間。ハッシュタグで。ああ、それ女子プロゴルフの方もやってんだ。うんうん、やってる方いるし、うん、そのね、プロの方を、うん、あの、まあ、キンクミさんとか、なんかこう乗せてる人もいるから、キンクミさんもやってんだけど、いいね。ずーっと女子プロゴルファー見てる。ああ、いいじゃない。イボミさんとか、うんうんうん、なかなかね、うん、見る機会ないもんね。あんまバラエティでも出ないしね。うん、スポーツでもなんか、ちょっとね、スポーツニュースとかでもね。そうそうそう。うん、限られた人しか出ないしね。なんか、あの、女子プロゴルファーさんが、うんうん、そのサマンサタバサの、そのパーティーに参加したりしてるような。うん、ああ、ちょっとドレスを着たい。ちょっと画像をドレスアップした。ばっか見てんだ。ああ、いいじゃない。続けた方がいいよ。やめちゃったら見れなくなっちゃうわけでしょ、うん、そういうのも。うん。でもあれは、何なんだろうな、モデルの人がプールサイドで片足高く上げてるのに15万いいねみたいのがつくので、あれって何なんだろうな。まあ、なんだ、それを真似してんのみんな。まあそうだろうね。ああ、だからなんかほら、よく言うじゃん、インスタ映えみたいな、ヒルナンデスとかでも、もうでもそれがないともう流行んないでしょっていうぐらい物がね。物が。うん。うん、食べ物が。結構、春日なんて結構インスタ映えするよ、うん、お前の、なんか。お前の。するかね。歯がさ。歯が。内側に向いてんじゃん、前歯がこう。コマネチ歯ね。コマネチ歯。うん。いや、コマネチ歯。インスタ映えすると思うよ。何いいねぐらい取れるかね。15万いいねぐらい。なんか、だから、渡辺直美ちゃんぐらいの。いけるかね。いけると思う。ああ、じゃあなんか工夫しなくてもいいんだね。身近にあったね。うん、そうそうそう。うん、いいねが。で、お前のケツ毛なんかもインスタ映えすると思うけどね、俺は。いや、しないでしょ。インスタ映えしてるけどね、お前のケツ毛。いやいやいや。インスタのために生えてるわけじゃないからね。インスタ映えてるけどね。インスタ映やしもしてないし、インスタ映えもしてないし、こっちもね。え、心当たりはないよ。インスタのためにやってないし、そのインスタグラムもそもそも。あ、てめえがさ。そうだっけ？それは、今は。あ、じゃあ、あれタイムフリーで聞いてんのか、いつも。うん、まあそうなんじゃない、さすがにこの時間はね。二人ともね、ほんとタイムフリーだからね。うん、お前の両親も。まあね、うち父親もね、丁寧していいんですよ。ほんとにタイムフリーだもんな、お前のお父さんって。うん、タイムフリー。一番だから活用してんじゃないか、タイムフリーを。日本で一番。なんか、暇があったらね、うん、カートで国道出るぐらいだから。父
父親ね、ゴルフでね。うん。で、それでね、うん、いろんな書店さん回って、こう、写真と、はいはい、撮るんだけど、うんうん、なんかこう、ただ立って、突っ立って映るんでいいのかなーなんて思ってさ、うんうんうん、ちょっとどうしようかなーなんて思ってたらさ、うんうんうん、3店舗目ぐらいで、これ、あの、表紙のね、うん、犬が寝てる表紙なのよ。はい、床にさ。はいはいはい。はいはいはいって、もう知ってんのか、まあ、いや、私もね、あの、いただいてますから。いただいてる？で、あの、いただいてるよ。買え、お前！買うわけねえだろ！うん、D ちゃんがね、うん、あの、今度出たんで、つって。この、オラフさんの方が出たんで、つって言って、うん、くれたからさ。いや、俺は、なんか、うん、ね、お前の出したさ、うん、なんか、だんじりでしたっけ、うん、DVD。あの、DVD、あの、体鍛える。違う、俺はボディービルダーだね。それでも俺ではボディービルダー。あたいはボディービルダー。いや、違う、その、そういうビデオじゃないのよ。だんじり、そのね、ケンネーが持ってたね、その、ビデオのタイトルだから。あ、そうか。うん、あ、ちょっとごっちゃになっちゃって。似てたから、パッケージ。いや、全然違うよ。うん。全然違う。男の尻と書いてね。そうそうそう。断じりね。それで、まあ、その、グラマーとしてね。うん。うん、床にね、あの、犬みたいに、その売り場のとこに、ね、犬みたいに寝て表紙みたいな、はあはあ、写真とか撮ったりした方がいいのかなとか、思ってたけどさ、うんうん、そんなん、本屋さんの床に寝てる写真なんか載っけたら、もう一発退場だろ？いっぱい、いや、そこはそれだ、まだダメ。いや、ダメだよな、Dちゃんな。炎上する。炎上するよな、100%。それしないでしょ、別に。いや、するよね。どう？だってそんなルール違反じゃなくない？いや、道路に寝たりしたらアウトかもしれない。アウトだろうけどさ。本屋さんなんかだったらまあ、うん、店員さんの許可を得てね。いや、許可得れんのかな、まずそんな。そんなその邪魔にならないところでさ。うんうん、まあ、実際やんなかったけど、うん、なんかそういうことでもって、うん、なるへそ。炎上しちゃうだろうな、みたいな本人はね。なるほど、エスカレートしてってね。そう。ルール。ないメッセージに照れるな。いや、照れて、ね、あったらね。いや、お前は、その、うん、この抑圧された時代とか、抑圧された風潮とか、うん、縛りのきつい、うん、監視社会をコックロックというものにこう、例えてね。監視社会を、その抑圧をぶち破れっていうメッセージをコックロックに比喩、暗喩として込めてあの話をして若い子たちにさ、まあリスナー中学生多いけども。いや、一人もいない。ずっと間違ったこと言ってるよ。コックロックをぶち破っていけっていう意味で、うんうん、あのトークしたんだろ？いやいや、俺はそうやって聞いてたよ、少なくとも。いや、だったらやめてくれよ。メッセージに照れるなよ。いや、照れてるわけじゃないんだ。あったらね。照れるけど、ないんだよ、あの話には。ここつけたらこんなことになりましたっていう。そうしたいのはわかるよ、お前が。その、うん、今の時代はその方が正解だよ。力抜いてるように見せんの。お前認めなければ、お前、テイクで行くぞ。いやいや、ここで言ってもらっても困るのよ。いや、私がだからあの話で唯一そのね、メッセージであるとしたら、コックロックってものがありますよっていうことだけ知ってほしいのが。それだけ、そんななんか世の中よくわかる。そんなパワーメッセージないぞ。つけたらこんな、いや、俺が言ってる以上のメッセージだよ。いや俺が言ってる以上のメッセージだよ。それは、その、うん、ビートルズが日本に入る前にビートルズという音楽が、お前小林克也さんだな、お前は。いや、お前小林克也さんだろ。いや、カスが。口大きく開けろ、お前。いや、カス。口大きく開けてみろ、お前。なんで口大きく開けるって。はぁ、あ、はぁはぁ。小林克也さんじゃねえか。どういうことだ。いや、ないんだよ。何にもないの。メッセージでもないし。うん。そんな深くは言わない。いや、まあいいよ。じゃあ、そうしたいならいいよ。俺は深くは言わない。そう、お前の主義だ。スタンスだから。スタンスとかでもないんだけどな。ネタライブの話よ。うん。うるせえ。ん？告知があるの？告知をしろって言われちゃって怒られちゃった、うん。くだらねえこと言ってねえで。早く告知して、行けっつって。オードリーが、まあ2ヶ月から3ヶ月に1回お送りしている、恒例のネタライブがまたあります。うん、8月25日金曜日。
開演は夕方6時半、終演予定は8時半でございます。会場は有楽町の読売ホール。うん、料金は、ちょっとお高くなってます。4500円でございます。うん、確かにお高い、ね。お笑いライブにしては、お高くなっております。うん、4500円です、うん。出演で今決まってるのは一組、オードリーです。うん、何も決まってないってことですね。ではね。まあまあ、うん、まあ、こう絶賛オファーかけてんだけど、結構みんな忙しくてね、結構出れなくて、歯がさ、歯が内側に向いてんじゃん、前歯がこう。コマネチ派ね。コマネチ派。うん、いや、コマネチ派。インスタ映えすると思うよ。何いいねぐらい取れるかね、15万いいねぐらい。なんか、とかね、渡辺直美ちゃんぐらいの。いけるかね。いけると思う。ああ、じゃあなんか工夫しなくてもいいんだね。身近にあったね。うん、そうそうそう。うん、いいねが。でお前のケツ毛なんかもインスタ映えすると思うけどね、俺は。いや、しないでしょ。インスタ映えしてるけどね、お前のケツ毛。いやいやいや。インスタのために生えてるわけじゃないからね。インスタ映えてるけどね。インスタ映やしもしてないし、インスタ映えもしてないし、こっちもね。え、心当たりはないよ。インスタのためにやってないし、そのインスタグラムもそもそも。あ、てめえがさ。そりゃそうよ。だったら別にインスタは映えもしないでしょよ。で、なんか、うん、お前の、その、肛門のシワってさ、ちょうどこのインスタグラムっていうさ、うん、その、うんうん、あの、感じだ、じゃなかったっけ。何インスタグラムって感じって。シワの感じが、うん、肛門の、あの、インスタグラムの、うん、こう、なってなかったっけ。いや、自分で確認したことはないから。なんかもね、インスタ映えしてるけどね、お前は。あ、そう？うん。載せた方がいいよ。うん、もう大問題になると思うよ。いや、そりゃそうでしょうよ。いや、やらないの？お前、インスタグラム。やらない、やらないよ、私は。まあ、なんでやんないの？お前もやった方がいいぞ。あの、うん、なんか発売したら。なんか、うん、発売するんだよね、東大。一直線みたいな、うん。いやいやいや、それ。いや、それギャグ漫画出せないよ。出さない？あるし。うん。それはね。うん。お前もなんか、やっとミクシーとかやった方がいいと思うけどね、なんか。このタイミングで？ブログやった方がいいよ。お前や、うん、ブログ、まあ、やってはいるけどね。ブログは、お前あのね、うん、どこでやってんの？今、ブログは。今ね、一回楽天かな？楽天ブログかな。お前はね、ブログは LINE ブログにね、変えた方がいい。うん、なんでよ。LINE ブログに変えて。いやいや、ブログもやんないよ。アメーバとか。うん。それでなんか結構毎日更新した方がいいよ。いや、そんな発信することもないしさ。めいっ子さ、めいっ子の話とか。知ってほしいことも。うん。いや、いいよ。発信したことないことないの？発信したことないの？なんでさ、ブログでは発信したこと、うん、したいことないのに、うん、ラジオにはのこのこ出てこんのに。のこのこってそんな。もう発信したいことあんのか、ラジオで。いや、まあ、別に発信そんな大それたことはないよ。正直だから、ラジオで。ラジオで発信したいことないのか、お前。別になんかし、ない、ないっちゃないね。でも帰れよ、じゃあ、お前。いや、なんで帰んなきゃいけないの。発信したいこと。発信したいことじゃああんの？ちょっとね、スポーツニュースとかでもね。そうそうそう。うん、限られた人しか出ないしね。なんか、女子プロゴルファーさんが、うんうんうん、そのサマンサタバサの、そのパーティーに参加したりしてるような。うん、ああ、ちょっとドレスを着たい。そう、画像を。ドレスアップした。ばっか見てんの。ああ、いいじゃない。続けた方がいいよ。やめちゃったら見れなくなっちゃうわけでしょ、うん、そういうのも。うん。でもあれは、何なんだろうな、モデルの人がプールサイドで、うんうんうん、片足高く上げてるのに、15万いいねみたいなのがつくので、ね、あれって、何なんだろうな。まあ、なんで。それを真似してんの、みんな。まあ、そうだろうね。うん。だからなんかほら、うん、よく言うじゃん、インスタ映えみたいな、ヒルナンデスとかでも。もう、でもそれがないともう流行んないでしょ。っていうぐらい。ものがね。ものが。うん。うん、食べ物が。結構、春日なんて結構インスタ映えするよ、うん、お前の、なんか。お前の。するかね。歯がさ。歯が内側に向いてんじゃん、前歯がこう。コマネチ歯ね。コマネチ歯。うん。いや、コマネチ歯。インスタ映えすると思うよ。何いいねぐらい取れるかね、15万いいねぐらい。なんか、とかね、渡辺直美ちゃんぐらいの。いけるかね。いけると思う。ああ、じゃあなんか工夫しなくてもいいんだね。身近にあったね。うん、そうそうそう。うん、いいねが。でお前のケツ毛なんかもインスタ映えすると思うけどね、俺は。
いや、しないでしょ。インスタ映えしてるけどね、お前の血液。いやいやいや。インスタのために生えてるわけじゃないからね。インスタ映えてるけどね。インスタ映やしもしてないし、インスタ映えもしてないし、こっちもね。心当たりはないよ。インスタのためにやってないし、そのインスタグラムをそもそも。あ、てめえがさ。そりゃそうよ。だったら別にインスタ映えもしないでしょ。で、なんか、うん、お前の、その、肛門のシワってさ、ちょうどこのインスタグラムっていうさ、うん、その、うん、あの、感じだ、じゃなかったっけ。何インスタグラムって感じって。シワの感じが、うん、肛門の、あの、インスタグラムの、うん、こう、なってなかったっけ。いや、自分で確認したことはないから。なんかもね、インスタ映えしてるけどね、お前は。あ、そう？うん。載せた方がいいよ。うん、もう大問題になると思うよ。いや、そりゃそうでしょうよ。いや、やらないのお前、インスタグラム。やらない、やらないよ、私は。まあ、なんでやんないの？お前もやった方がいいぞ。あの、うん、なんか発売したら。なんか、発売するんだよね、東大一直線みたいな。うん、いやいやいや、それ。いや、それギャグ漫画出せないよ。出さない？あるし。それはね。うん。お前もなんか、やっとミクシーとかやった方がいいと思うけどね、なんか。このタイミングで？ブログやった方がいいよ、お前。